キーワード記憶が曖昧プラス文章力ないんだが聞いてほしい霊的なものとかではないです3年前の話なんだがその頃いろいろストレスがあって自衛してたんだが店を畳んで家で休養してたんだ暇だったんで ネットをいろいろ見てたら、ヤフーの質問だったかな。違和感がある文があったので、とりあえず読んでみた。暗号をちょっとかじったことはあったから、その違和感に気づいて、それを解読したら、いくつかキーワードが上がってきた。タクシー、左後ろにへこみ、 青いランプようこそ文にはなってなくてこのキーワードが上がってきたあと一つか二つあった気がするんだけど思い出せないそれを紙にメモって嫁と子供が出かけるって言ってたから駐車場まで見送りに行ったらうちのマンションの前にタクシー止まってたんだよね よく使うタクシー会社だから特に気にすることもなく嫁と子供と車に向かってたんだ歩いてるとタクシーの左後方部が見えへこみがあるのに気づいた夜で暗かったが間違いなくへこみがあったふと見ると窓の部分が 青い LED かなんかで照らされてた。ちょっと怖くなって、俺は出かける予定なかったけど、一緒に車に乗り込んで、事情を説明して、嫁と子供にちょっと待ってもらうように言った。いくら待ってもそのタクシーに人が乗り込む様子がなくて、20分か30分、ずーっと待機してた。 気になって仕方なかったから、痺れを切らしてタクシーに向かって行ったら、ドアが開いて運転手が、ようこそ、とか言うんだよ。もう、どうしたらいいかわからなくて、周りキョロキョロしてたら、数人スーツ姿の男がこっち見てたんだよ。普通の住宅街だから、 普段その時間に人を見かけることは少ない。ちなみに21時頃。なんかやばいと思って、俺が乗らなきゃ嫁と子供も危ないかもとか変な危機感出てきて、とりあえずタクシーに乗ってみたら無言で出発してた。タクシーの中でラジオが流れてたんだけど、桃太郎の話をしてた。 ただ、どこかストーリーが違くて、恐怖が増したのは覚えてる。わけわからんまま、10分くらい走ったのかな。そのラジオから、桃太郎が大泣きしてるって聞こえた。そしたら、子供の顔が頭に浮かんで涙が出てきた。運転手がそれまで無言だったのに、戻りますか 聞いてきたので大きくうなずいた結局何事もなく家の前までたどり着いて俺を降ろした後タクシーはどこかに走り去っていった駐車場を見るとうちの車がなかったから慌てたけどタクシーとすれ違ってるうちの車が見えたどうやら俺を探しに行ってたらしい 心配だから出かけるのを中止して一緒にいてくれることになった。家に戻って解読した目も見せると嫁も顔を青くさせていた。ただの気候にしたくなかったから確認のため俺が乗ったタクシーの会社に問い合わせてみたらその時間にそちらには廃車してないし 付近にうちのタクシーはいません。それにへこみがあるようなタクシーはすぐに修理に出すので勘違いではありませんかって言われて青ざめた。結局あのタクシーは何だったんだろう。 宝くじ宝くじの話が出てたので、私も一つ。祖父が車を運転していて、踏切で電車とぶつかりました。車は前が大破して廃車にあったものの、祖父はむち打ちにもならず、怪我一つありませんでした。 祖父は信心深いことでも有名だったので、みんなが仏様が守ってくださったのではと言ってくれました。ただ、家族としては電車との事故は保証金などもものすごい額になると聞いていたので、祖父が無事となるとそちらの方が気になってきました。ちょうどその時、 春のジャンボ宝くじが発売されていたので、もし当たってその足しにでもなればと思って、10枚だけだけど購入しました。電車との事故なので、ちょっとした裁判などもあって、電車の保証金などが決まるまで少し日にちがかかりました。決まった金額を見てみると、 電車の事故としては珍しく、先頭の一番硬い部分と衝突したことで、電車の方には擦った後だけで修理の必要もなく、駅が終点で次の電車まで時間がかなりあったということもあって、電車を止めた保証もなし、調査の人件費だけでいいということで、 万千円ほどでで済んだのですこのことも家族でよかったとほっとしたのですが、その時そういえば宝くじも買ったことを思い出し、発表からも結構経っていたのですが、確認すると、なんと、一等組違い賞で、十万円当選していたのです。 それがちょうど保証金を払える額だったということもあって、偶然が重なっただけなのかもですけど、信心深かった祖父だからこそ起きた偶然なのかもしれない、なんて家族で思っています。私もちょっとだけ仏様がいるのかも、なんて思った出来事でした。 じいちゃんの日記より誰もいないから勝手に話す僕の故郷の村はブナの森が茂る山の上にあって山のふもとにはある程度大きい町があったんだけどそこに行くにも剣道が一本通ってるだけで全然交流はなかった村は無依存で 何かあったらふもとの町へ行かなければならなかった。そんな環境だけれども、やはりあの病気は、どこからか入ってきた。スペイン風邪は、着実に村の住民を死に追いやっていった。僕の周りでも、お,おばあさんとおじさん、そして、弟が死んだ。 連日葬式葬式で大変だった。ちなみにうちの村は中心となる神社が一つあるだけで他にはない。そして葬式の時は近所の準備などすべてを手伝うことになっていたため村人の疲労も限界だった。そして次の月の村民会議で厄除けをやろうという話になった。 うちの村では珍しく出身の他に山ンバを信仰していた伝承によると昔々平安よりもさらに遡りこの地に人が住み出す前からこの山には山ンバさんが住んでいたしかしそこに人が住み出したために怒った山ンバさんは 天狗を引き連れ村人を襲ったりしました。そこで村の多さは山んに、もうやめてくださいまし、と言い、一族に伝わる鏡を渡し、この鏡は私の一族に伝わっております鏡で、その鏡に向かって呪文を唱えれば何もかも見ることができるというものです。と言い、 さらに村のてっぺんに山んばさんを祀る社を建てることにし、この村は山んばさんが治めることになった。そしてそれからは、山んばさんはその鏡を通して村人の様子を伺い、村人を統治していきました。なので何か悪いことをしたりすれば、山んばさんが来るよ、と脅したりします。 また平安の世に一度大和の州が攻めてきたときも村人が虐殺されているところに山場さんは助けに来てくださり村人は救われたというそれからはより一層山場さんに対する信仰が残っているという伝承があるそしてその名残として今も毎年 陰陸で年が明けてちょうど一月経つと村人は社に集まりその様子を神楽として伝えその年の厄除けをするのだったしかしその年は戦争の影響もあり神楽を演じられる者も,も少なくやむを得なく中止にしたしかしスペイン風邪は村人を襲った そこで立ち上がった。急遽他の土地にいた親類も集め、神楽を演じることとなった。そして当日、屋代にはだいぶ減ったが、村人全員がいた。屋代にはかがり火がたかれ、ものものしい雰囲気だった。しかし、村人は誰もが希望を抱いていた。 これでもしかすると、助かるかもしれない。そして始まった。笛や太鼓など、お囃子が鳴り響き、幕は開いた。そして、神がかったような山んばは、天狗を引き連れ、神楽を演じ続けた。その頃まだ小さかった僕は、釘付けになった。 そしてなぜだか、涙が出てきた。そして、無事にカグラは終わった。魔は払われた。それからは、スペイン風邪をひく者はいなかった。しかし、カグラでヤマンバを演じた新刊は、それから一週間も経たずして死んだ。 じいちゃんの日記より以上中二病の A ちゃん長文失礼します少し前友人に誘われ遊び半分で 地元でそこそこ有名なホラースポットに行きました。そこでは特に何も起こらなかったのですが、帰る時に肩が重く感じたりして怖くなりすぐに自宅へと帰りました。それからというもの、部屋で急にパンと大きな音がしたり、 刃物独特の嫌な音がしたりして、不安な思いを抱えながら、いつも通り会社へ行っていました。その途中、やけに綺麗な女の子、以下、A ちゃんと呼びます、を見かけました。A ちゃんは白いシャツに黒いリボン体、膝までの黒いフレアスカートの白黒な服装が印象的で、 自然と目で追っていたらいきなり私の方を見て声をかけてきましたいきなりぶしつけですみませんお時間ありますかはあ何時までならじゃちょっとあそこの公園で家に長くいたくなかったので 早めに出ていたので了承すると、A ちゃんが公園のベンチで話しようと言ってきました。正直この A ちゃん、可愛らしいけれど、服装が中二病っぽいし、いいとこのお嬢さん感があったから、からかわれているのかなとも思ったけれど、話を聞いてみることに。 またいきなりで申し訳ないんですが、あなたはどこか変なところへ行きました変なところああ、えっと、何か身の回りでおかしいこと起きてませんいわゆる霊的なものみたいなこと。え、いきなり何言い出すんだと思ったのと、 見透かされてるようで恐ろしかったのが半々で、そう思うとなんだか A ちゃんが奇妙に思えて、思わず気厳そうな顔になってしまいました。あ、別に怪しい勧誘だのお金くれくれ詐欺とかじゃないんで、安心してください。慌ててそういう A ちゃんに人間味を感じて、ちょっと安心しました。 安心したところでホラースポットに遊び半分で行ってしまったことを、身の回りで不可解なことが起きていることを説明すると、どんどん A ちゃんの顔が険しくなっていきました。お姉さん、そういう場所は遊び半分で行く場所ではないんですよ。ふ ああ、すいません。あの、じっと私の方を見つめている A ちゃん、はじめは怒って睨んでいるのかなと思ったけれど、あまりにも長いし、睨んでいるわけでもない目で見られてて、ちょっと怖かったので声をかけました。そうすると、とんでもない返答が返ってきました。 刃物、包丁、じゃない、ハサミお姉さん、ハサミに今日気をつけた方がいいと思います。え会社行って帰ってから友人か誰かと一緒にいた方がいいと思います。ハサミ、気をつけてください。 終始わけがわからないまま、何の説明もなく話を終わらせられて、時間ですねと言って、何事もなかったようにのんびりとした足取りで歩いていきました。正直疑問しかなくて、でも会社に行かなければいけない時間だったのは本当だったので、急いで会社に向かいました。何事もなく、 なんとなく A ちゃんの言葉が気になって、友人を止まらせることに、朝の公園でのことを友人に話しても、そんなバカな、いや、中二病の子じゃん、で相手にはしてもらえず、しかし、A ちゃんが正しかったと思うのに、そう時間はかかりませんでした。ねえ、なんか、変な音しない 刃物のいつもの音じゃあ A ちゃんって子が言ってたのが本当ならこれハサミの音ゾワッと鳥肌が立ちながらも少しずつ近づいてくるような音に怯えながら心で「ごめんなさいごめんなさい」と謝罪を続けていました。 怖さのあまり膝を抱えて顔を背けていると友人の叫び声が聞こえて顔を上げました。そこには空中に浮かんだ赤い持ち手のどこにでもあるハサミが信じられない思いで見ていると私に向かってハサミが飛んできます。避けられないと思って、 うずくまるとそのハサミが突然床に落ちたので大事になることはありませんでしたその夜は友人と震えながら一緒に無理やり明るい話をして過ごしました朝になると A ちゃんがいないかと公園で二人で待っているとやはり昨日と同じ服装 同じ持ち物の A ちゃんが通りかかりました。あの、待ってください。昨日のことなんですけど。ああ、大丈夫でしたならもう大丈夫ですよ。危なかったの昨日だけですから。いや危なかったですね。なんて、ほのぼのとした顔で言うもんだから。 ちょっとビビりながらも、なんでわかったんですかそう聞いてみると、A ちゃんは本当にゾッとするくらいきれいな無表情で、ほら、私中二病ですから、たぶんそういうのわかるって設定なんですよ。偶然ですよ、全部。 そう言って、さようならと去っていく A ちゃんを呼び止められずに、少しでも中二病だと思っていた私と友人は、あまりのことに驚いてしまいました。慌てて追いかけようとすると、A ちゃんの姿はどこにもありませんでした。今思えば、年齢は高校生にも見えて、22歳くらいにも見える、 本当に年齢不詳かつ人間らしくなかった A ちゃんは一体何者だったんでしょうか。助けてくれたのがすごく嬉しかったですが、それと同時にすごく不思議な体験でした。長文、失礼しました。 縁起の悪い物好き初書き込み私、昔から縁起の悪いものが好きみたいで、秋になると悲願花摘んで部屋に飾ったり、散歩に行くと言って近所の慰霊碑に座ってぼーっとしてたり、とにかく変わった子やったみたいです。あと、 つれとか知人に見える子が多く、そういう人たちにやたらとかまわれる。その人たちいわく、一人やったら無理な場所でも、あんたおったらいけんねん、とのこと。ちょうど二、三年前の話ですか。相変わらず変更やった私は、短大の休みを利用して一人で散歩に出かけました。 何を思ったのか、ローカル線を乗り継いで、〇〇山、小さい頃、よく祖父母に連れてってもらった思い出の場所に行こう、と、半ば、うつやったんですかね。片道、電車一時間、徒歩二時間かけて、目的もなくその山まで行ったわけです。ただ、 過去車で行ってた場所に歩いていくというのは無理があって、迷いに迷いました。途中人気のない集落とか、地蔵の並んでる山道とかを一人で歩いて、真夏なのにやたら寒いなぁ、とビビってた記憶があります。で、やっとこさたどり着いた例の丸々山なんですが、記憶の限りでは、 脇道に売店があって、その近くに椎の実がたくさん落ちてて、でかい寺の中にある井戸の周りに、ぬいぐるみやらお菓子やらが大量にぶら下がってるって感じのとこだったんです。もちろん記憶のまんまのものが丸々山にはありました。しかし、昔とは違い、 この時の私は字が読めた。水子寺っていう。ちなみにこの〇〇山、地元では有名な心霊スポットらしく、ブラブラ徘徊してたら、聞こえるわ、聞こえるわ。山の方から赤子のギャン泣き声、ギャー 悲鳴みたいなのもちらほらほまあ、ちょっと怖かったけど、どっちかというと、永久充電って感じで、寺の鐘鳴らして、霧の中同じ道を歩いて帰りましたが、以降、ふとした時に、あここいるわっていう感覚が湧くようになりました。ただし、全然怖くない。 背筋がゾワーッとして薄気味悪いなぁと思うくらい、実際実家の和室にもいるんですが、ラップ音とろうそくボボボが鬱陶しいぐらい、見える友人曰く、あんたに対して悪させんなら大丈夫なんちゃう、とのこと、ついで現状管理してる建物にもほとんどいます。 共売、人売、格安物件は、ほぼ100%の割合で、写真にもよく映るんですよね。得体の知れないもの。修正が大変。掃除してたら上の階で、人の足音とかもするんですが、前の住人は、優しいおばあちゃんやったとの近所情報をもとに、いい例だと認識して終わらせてます。 実際入居した人には悪さもしないし、感じたり見えたりもせんそうなので、ええー、かなぁと。ただ、一時期一緒に働いてたお姉さんに、〇〇ちゃん、あんま長生きできひんよ、的なことを言われました。あと、私にはどうにもできんとも、実際自分も、 三十五くらいで死ぬんちゃうかなと思ってます。なんたってこの変故体質は遺伝。我が家は代々、仙台のお骨を仏壇に置きっぱなしにするのがしきたりです。ちなみに私は本家の末裔なんですが、お父さんが、もしわしが死んで、 お前がまだ〇〇のせいでこの土地におるなら、骨は家に置いとけと言うてます。どうやら私の家系は短命なのに加え、良くない土地に縛られることが多い様子。良くないものに引き寄せられるのが正しい前にテレビで、 脳骨せな悪いもんが寄ってくるってのを見たことはあるんですが、今のところ我が家にいるおじいちゃんは安全な様子。和室好きなんでよく犬と一緒に寝てるんですが、意外と落ち着きます。 幸福のおっさん。リクルートスーツを見る季節になると、毎年思い出す話。今から10年以上前、俺は就職活動してた。正確な年は言えないんだけど、バブル崩壊後の冷水ぶっかけられた氷河期世代あたりだと思ってくれ。俺は理系で、 一応研究職希望だったけど、求人自体がほとんどなくて、滑り止めに受けた営業や販売すら落ちまくりだった。そんな中で一つだけ最終面接まで進んだ会社があった。ノルマなしの営業で、しかも待遇がめちゃくちゃいいところだった。OB も、 お前が来たいなら採用出してもらうと協力的。その OB から最終面接の前の日に、お前は合格確実、っていうか合格決定だから、一応面接だけ受けてもらってから、入社承諾書にハンコ持ってこいと連絡もらった。最初は滑り止めって思ってたけど、他は全然浮かんないし、 こんなに熱心に誘われたら、どんどん気持ち傾いて、本当に承諾書出されたら、反抗をして入社しようかなと思ってた。最終面接の日、控室で待機してると、40過ぎくらいのおっさんが入ってきた。最初、会社の人かなと思ったら、受験者みたいな素振りで、 俺の隣に座った。そしていきなり場をわきまえずに大声で俺に話しかけてきた面接は大気から見られてるなんて常識だからビビって最初はいさめたり無視したりもしたでもおっさんは何も気にしないでこの会社きれいなのは見えてるとこだけだぞ トイレとかすげえ汚かった。この会社はもうダメだな。あと、ここの会社の商品もダメだ。もうここは先ないぞ。周りもチラチラ見るだけで助けてくれない。俺が、いや、あの、とか、ろくな返事もできないでいると、大声は外まで聞こえていたらしく、 すげえ怒った顔で会社の人が入ってきて。社長室まで聞こえてたぞ。ふざけるな。出ていけ。と、二人で追い出された。俺、しばらくポカーンとしちゃって、その場で当たり前だけど、急速に怒りが湧いてきた。おっさんに、どうしてくれるんだよってつかみかかったけど、 おっさん平然としてんの。うまく言えないんだけど、馬鹿にしてるとかそういう感じじゃなくて、普通に平然とした顔で。大丈夫だよ。君は大丈夫。大丈夫。と言ってうなずいてた。俺もなんか怒りがスッと引いて、 よく考えたら別にそんな入りたいところじゃなかったなって冷静になった。おっさんの胸元つかんでしわしわになってたんで、すんませんでしたと謝ったらおっさんはまた普通の顔で、大丈夫だよ、と言って去っていった。OB からは連絡なかったけど、 本命じゃなかったのに流されそうになってしまったその会社の熱意というか強引な口説き方が遅まきながら怖くなったから俺からも連絡しなかったそれから2ヶ月後ちょっとだけ条件を譲歩したらもともとの希望だった研究職の内定もらえた俺はおっさんに感謝したでも本当 本当に驚いたのはそれから三年後だった。昼休みに食堂で見たニュース。俺とおっさんが追い出された会社が謝罪会見やってた。詳しくは書けんが、会社ぐるみで犯罪やって社長以下、幹部はほとんど逮捕。平社員もノルマの名のもとに犯罪行為させられてて、 かなりの人が客から訴えられたそうだ。一緒に飯食ってた同僚に、もしかしたら自分はここではなく、この会社に入るかもしれなかった。いや、おっさんが邪魔してくれなかったら確実に入ったと思う。と話したら、もしかしてそのおっさんって、幸福の妖精じゃねえのと言われたよ。 小太りでダサくてしかもハゲてるおっさんの妖精かでも本当に感謝してるいつか会ったら礼を言いたいけどあれ以来会ってないワールド 15年前、新潟の教習所に合宿で免許を取りに行った時のこと。同じ頃に免許を取りに来た人たちと親しくなり、楽しい日々を過ごしていた。私の隣の部屋には、丸刈りで金髪でピアスをしているジョー君という男の子が泊まっていた。同じ階に、 二人一部屋で合宿に来た、顔出しが可愛いめぐみちゃんと、綺麗めな感じのようこちゃん。下の階に背が高くてしっかりしていそうなほしなくんと、自称相うつ病で自閉症の高沢くん。そんなメンバーでカラオケしたり食事をしたりと、何事もなく教習を受ける日が続き、 少々退屈していたのかもしれない。泊まっていたホテルは割と綺麗で、一人部屋にはベッドの正面に机と、その上の壁に1.2メートルくらいの横幅の長い鏡が貼ってあった。入り口のドアを開けると、右手にユニットバス。そのまま進むと右手にベッド、左手に机と鏡、 狭くも広くもない部屋は荷物が少ないためか広々としていた。三週間も過ぎたある夜、ジョー君とホシナ君は夜遅くにみんなで一部屋に集まり変わった遊びをしたいと言い出した。夜中に異性の部屋を行き来するのは教習所では違反だったが結局一人もかけずに 星名くんの部屋に集まっていた。ワールドって遊び知ってる二人は知ってるようだったが、私たちにはわからなかった。じゃあ説明するね。暗くして一人がうつ伏せ、一人が体の決まった場所を順番に押していくと、押された方は真っ暗な異世界に落ちる。 この時点で私はみんなを驚かせようとしているのかなと感じたがせっかくだから黙って参加しようと思った落ちた人はしばらくすると暗闇にろうそくが見えてくるそこへたどり着くと声が質問をしてくるから答えるとまた新しいろうそくが見えるからそこへ向かう 数回繰り返すと、今度は質問される。あなたの知りたい未来を一つ教えてあげると言われるから、質問すると誰かが答えてくれるって遊び。二人は私たちに説明を続ける。ただ、注意することが、 ろうそくをたどる間にいろんなものを見てるんだけど、どうも怖いものだったり、人それぞれらしいんだけど、その時に声を出したり、返事をしちゃいけないらしいんだよね。なんだそれと思いながら聞く。返事をしたり声を上げたら、一瞬真っ暗なところへ落ちる感覚がして、 単にこの遊びはおしまいと二人は笑った。付け加えて怖いのが我慢できないと思ったら、ろうそくに向かって消えろと思いながら息を吹きつければ、遠くても火が消えて、すんなりと現実に戻れると教えてくれた。女の子たちは、ええじゃあ、 どんな人と結婚するとか知りたくないそれをか、お金持ちになれるか知りたいよね。などとのんきにしていた。遊びが始まり、ジョーくんが横になり、星名くんが壺を押し始めた。星名くんは最後に、首と左手首を掴んで、話すなって言われていると言って、視線をジョーくんに移した。 ほんの少しすると、ジョー君の体がピクッと動く。たぶん、一本目のろうそくを消したかな。消すたびに少し体が動くって。その時、ジョー君の体がビクッビクッと動き、腕や足が跳ね上がり、 星し君くんの手を振りほどいてしまった。女の子たちはびっくりして小さく声を上げ、高沢君は部屋の隅へ飛び抜き、両腕で頭を抱えて震えていた。私は黙ってジョー君と星し君を見ていたが、星し君は怯えた顔で私を見返し、手を離すなって言われてたんだ。なんか、 話すと戻れなくなるって。抜け殻になるって。抜け殻って何だろう。なんで。こんなの聞いてないよ。女の子たちは。どうしよう。ジョー君、どうなっちゃうの人を呼んだ方がいいのでも、集まってたのバレたら退学だよ。と心配していた。私一人が普通に。 まあ、抜け殻って言っても死んじゃうわけじゃないだろうし、朝までここでジョーくんが気がつくのを待とうよ。で、気がつかなかったら朝方各自部屋に戻ろう。その後でジョー君を呼びに行ったら返事がなくて、部屋の鍵が開いてたから入ったら倒れてたって言おう。その途端にジョー君が起き上がり、 なんだ、やけに冷静だな。もっと驚いてよ。と笑った。私もほっとして、口々に何か話していたが、本当に怖いことは、この後始まった。部屋の空気は一気に和んでいたが、高沢君はよほど怖かったのか、少しも話をしない。 <laughs> なんだよ。そんなに怖かったほら、こっち座れよ。星名くんとジョーくんが、高沢君を挟んでベッドの上に座り直した。ベッドの三人から見て、右手の床に女の子たちが座り、私は女の子たちの正面の椅子に座っていた。ふと、 三人の正面の大きな鏡を見ると、違和感がある。何だろう。あれ。鏡に、ジョー君と高沢君の間に、誰かがいる。顔だけが前に出て、首の後ろがチリチリとした。 鏡じゃない方は、確かめることなんてできない。冷えた汗が噴き出すと同時に下を向いた。見た。顔の表情まで。だけど、あれは、胸から下の体がなかった。だって二人の間は、もう一人が並ぶ隙間はない。 見ちゃダメだ。誰も気づいていない。誰にも言わない方がいい。気のせいかもしれないし、もう夜中の二時近い。これ以上怖いのはごめんだ。みんなが部屋を出るとき、高沢くんがすごい小さい声で私に言った。知ってたよ。 電気消えてから、たや。え何知ってたって。最後の方が聞こえないんだけど。逃げるように高沢くんは部屋へ帰った。私はその意味がわからず、胸が痛くなるほどドキドキした。部屋に戻って、どうしよう。何をしてても怖い。 トイレだって行かれない。ジョー君か、ホシナ君をこっちに呼ぶか。思案していると、ジョー君が来た。正直ドアを開けるのも怖く、ネタ振りさえ考えた。入ってきたジョー君は、悲痛そうな声で。明治さん、部屋に入れてください。 俺、今、言いかけた瞬間。ドン、ドン。ジョー君の部屋のドアを蹴るような音が。ジョー君は部屋に飛び込み、私は急いで扉を閉めた。今、風呂場で顔洗ってて、鏡見たら、半分開いたドアのとこ、後ろ、 誰かが通って、俺振り向いて、あれ、もう一度鏡見ちゃ。ジョー君の額に、汗が噴き出し、流れ落ちてた。いや、もういいよ。明日、明るいとこで話そう。星名君の、いや、女の子の部屋に行こう、うの持って。 その後、明け方までうのをして、私とジョー君は、ホテルの食事所の周りのソファーでうとうとした。二人で朝食後、それぞれ見たものの特徴を話し合った。おかっぱのような髪型。男か女かわからない感じ。でも、異様に張り付いた笑顔。 ほぼ一致したのだ。その日、教習が終了し、明日はジョー君の実技試験の日だったため、私たちはさっさと部屋に引き上げた。ジョー君はあまりに怖かったようで、星名君の部屋に行って寝かせてもらうと言っていた。どっちにしても怖いなら、何も感じていない星名君の部屋にいた方がいい。 私も女の子の部屋に泊めてもらったセミダブルベッド2個を並べて端に眠らせてもらった翌日教習所のコースの見えるガラス張りのロビーにジョーくんが立っていた外を見ていたようだ試験は午後からだったななんとなく後ろ姿を見ていると女の子たちが来て あ、ねえ、ジョーくんだ。今日初めて見たね。あの、後ろの人、誰だろうね。後ろの人って。なんかさ、近くないねえ、何もすぐ後ろに立たなくたってね。置いてあるプランターとジョーくんの間、なんだろうね。 変な人。あ、ねえ、明治は午後なので。女の子たちは普通に何か言って笑ってる。もう何言われてるのかよくわからない。後ろの人後ろの人などいない。私には見えなかった。翌日からジョーくんの姿は見かけず、 すれ違ったまま彼は誰にも何も言わずにいきなり帰ってしまった。試験は合格、予定通りの日数で合宿を終えただけだった。みんなはあんなに仲良くしてたのになんでと不思議に思っていたようだが、二日遅れて私たちも合宿のホテルを後にした。 地元に帰ってから一度だけジョーくんに電話してみたが、お母さんが出て、合宿から帰ってきて様子がおかしいんです。何かあったんでしょうかと言われた。何も答えられず、それきり連絡が取れなかった。高沢くんは何か知ってたのかも、ついに聞くことができなかった。 今も時々鏡を見るのが怖い「かくれんぼ」10年くらい前俺は田舎も田舎家が山に囲まれてるようなところに住んでたんだ。 山の頂上付近に俺んちが所有してる畑があって、別に農家とかじゃなくて、自分家で食べる分だけ作るみたいなちっちゃい畑な。盆地だったんだけど、ちょっと脇道に入ると、林の中とか山道に繋がってたんだ。もちろんコンビニなんてなかったし、遊び場といえば近所の寺の境内か、 近所の神社周辺の森っていうか林だった。当時から幽霊の存在とかそういう非科学的なことは信じてたけど、一切見たこととか感じたことはなかった。いわゆるゼロ感だな。家から100メートルも離れてないところに墓があったけど、小さい頃はそういうところで、 弟たちと隠れんぼとかして遊び場にしてた。成仏されたやつなんだから、どうせ出ないとか思ってたからな。で、神社にもよく遊びに行ってたんだが、小学校から帰ってきて、弟と一緒に神社周辺の森の中に遊びに行った時だった。森の中には、 俺たちが遊んできた道とも呼べないような獣道ができてたんだが、ご神木がいくつかあって、主にそれを目印に森の中を歩いてた。鬼ごっことかかくれんぼとかを弟二人と遊んでたんだけど、かくれんぼで俺が鬼になってゆっくり十数えたとき、それまで聞こえてた。 風で木の葉が擦れる音とか、鳥の鳴き声とか、虫の声がピタッと止まったんだ。なんか変だと思いながらも、隠れた弟を見つけるために、弟の名前を叫んだ。隠れんぼなんだから呼んでも返事なんてするわけないんだけど、 その時は音が止んだことが不安で不安でそうしたんだと思う。で、弟がいつも隠れていそうなところを探すんだけど、いつもは結構簡単に見つかるのになかなか見つからない。どっちも見つからないなんてことは今までなかった。ついに諦めて、どこにいるかわかんない。ヒントと叫んだ。 これはいつもどちらかが見つからない時にヒントとして手を叩いてもらって大体の場所を把握するための兄弟の中での合図みたいなものだったのだがそれでも何の反応も返ってこない弟がからかっているんだと思った俺はもう夕暮れ時であったこともあり出てこないとお家に帰っちゃうからな と叫んだ。弟は俺にすごくなついていて弟が俺と一緒に帰らないなんてことはありえないことだったからこうすれば何が何でも出てくるだろうと思ったんだでもやっぱり何の音もないもしかして弟は俺を置いて二人で帰ってしまったんじゃないか 普段は絶対ありえないことだったが、自分が立てる音以外何も聞こえない空間で不安が募り、そう考えた俺は、それなら俺もとっとと帰ってやると帰り道を歩いた。でも、異変にすぐに気がついた。目印にしている御神木があるって言ったよな。 歩いても歩いても同じ御神木が目の前に現れるんだ。ぐるぐる回ってると思って拾った石で御神木以外の木に目印として傷をつけながら歩いたけどやっぱり同じ御神木が見えてくる。しかも木につけたはずの目印の傷が消えてる。 ここまで結構な時間が経ってて、暗くなっててもおかしくないのに、ずーっと夕暮れが見えてる。怖くなって、なんとなくご神木の近くなら安全だと思って、それからはかなり長い時間、ご神木の木の根元に立ったり座ったりしてた。相変わらず自分が立てる音以外は何も聞こえないし、 虫も一匹も見当たらない。あり一匹いなかった。恐怖で泣き出したとき、ご神木の反対側から何かが落ちるようなとさという音がした。急な自分以外の音にかなり驚いて喉がひくって鳴ったのを覚えてる。大人が三人くらい手を広げてやっと と囲めるくらい大きなご神木だったから振り向いたところで何も見えなくて恐る恐る反対側に回ってみたら黄色っぽい白っぽいクリーム色のキツネがいて俺をじっと見つめるのな野生のキツネなら何回か見てたからそのキツネが普通のキツネよりちょっと大きいなって っって分かったまだ小さかったし牙のある動物に森で出くわしたってことにかなりビビった俺は狐の目を見ながら後ずさった一応クマがよく出る地域だったし家でも学校でも出くわした時の対処法として目を見ながら離れろってことは教わってたからな 背を向けて逃げたらダメだって幼いのによくできたとあの頃の自分を褒めたいよ。だけど、そのキツネは襲いかかってくる様子もなく、軽やかな足取りでご神木をぐるぐる回り始めた。意味がわからなくてそれを目で追ってると、何周目かで回るのをやめて、 俺が歩いてた獣道を歩き出した。ほっとしていると、狐がある程度まで歩いたところで止まって、俺を振り返って見ていた。尻尾をゆらゆらと揺らして、ずっと見ていた。それが飼っている犬が、俺が追いつくのを待っている時にそっくりだったから、衝動のままその狐に近づいた。 ある程度近づくと、狐はまた先へ進み、同じように俺を振り返った。ついてこいと言われているような気がして、戸惑いつつもその狐について行くと、また見えてきたご神木に近づいたとき、急にあたりが真っ暗になった。驚いたが、 そこが神社の境内だと気づいてすごく安心した。同時に、俺がいなくなったことで、弟が呼びに行っていたらしい母が、あんたー、という言葉と共に俺を抱きしめてくれて、探してくれてたのかとわかったのと、恐怖から解放されたので、わんわん泣いた。 先を行っていた狐はいつの間にかいなくなっていたが、次の日の朝、神社の神主の息子から、一つの御神木を囲むように、首を噛まれて死んでいた五匹の狐が見つかったと聞かされて、もしかして自分はその五匹に任されていて、あの狐が助けてくれたんじゃないかと思った。 つい先週、春休みで実家に帰った時に、家の近所にある林の中で、その時の狐にそっくりな狐を見かけたから、この体験を思い出したことを誰かに聞いてもらいたかったんだ。当時、母にだけ話したつもりだけど、文章力が拙なかったこともあって、なんかよくわかってもらえなかったから、 記憶は鮮明に残ってるし、今なら文章に起こせると思ってここに書き残した。自分が体験したことをどこかに残したかった俺の自己満足だ。読んでくれた人、どうもありがとう。